ぐーぐーぐーすごい食べてるね。ちょ、ご飯はちっちゃいつぶつぶだけね。ぐーぐー、ちょっと病み上がりだからあまり食べ過ぎないで。今朝 199g で200g いっちゃいました。もうお腹の虫がね、みんな出たから軽くなっちゃったのね。まだあの投薬は継続中です。ここで油断するとね、また爆発的に増えるのでね。で、様子を見ながら流動食にお薬をね混ぜて一緒に飲ませてるんですけども、ちょっとねつぶつぶもね、ねぐーぐー美味しかった。よかったね、ご飯食べられるようになってね、全部食べた。すごいぐーぐー、うん、食べちゃったね。一回くしゅる元気出たのね。すごい元気になった。今日投薬して4日目なんですけど、まだお腹のニョロニョロが出てます。今日2本出ました。トータルで51本。ねえ、もうよかったね、こんな元気になったの。もう少しずつ食べて体重をね戻して、でまたあの間を空けてもう一回お腹のね虫、ニョロニョロのね、あの駆虫薬は卵には効かないんですね。虫の卵には効かないんです。ニョロニョロの体を麻痺させて糞と一緒に出すっていうものなので、卵には効果がないのでね。なのでそのお腹にねあるであろう卵が帰るあたりに見計らってもう一度投薬します。うん、はい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 。もうちょっと食べれる。でも一気に食べるとさ、また疲れちゃうからさ、ちょっとずつにしようか。うん、グーグー生後つついてんの。もうちょっとじゃあ食べる。もうちょっとじゃあ入れてあげるね。待ってて。はいはいはい、待ってて待ってて。今グーグーが食べてるご飯は鳩のうわ怒った、鳩のご飯の大きい粒をふるいでねこして、ちっちゃい粒だけに消化がいいペレット、鳥用のねちっちゃい粒を。すごいね、グーグー。まだね、あの鳩の餌には大きいトウモロコシとか豆とか入ってるので、それは避けてあげてます。10日ぶりグーグー保護して10日だもんね。保護して2日間は普通に食べてたので、約1週間ぶりに固形物食べたね、グーグーね。ちょっと食べ過ぎじゃない、グーグー。でも体力持ってくれてよかったね、グーグー。でさ、なんか全部食べる気じゃない？で、お腹の虫がですね、卵を産んで、その卵入りの糞が出ますね。で、その糞を食べてしまうと、またそれがお腹に入って、それ、卵が、帰ってしまうので、なので糞がね、なんかそのまま汚い状態になってると糞を踏み散らかして、
でその糞がこの餌の中に入ったりすると、ご飯食べてる時にまた口にね、線虫のニョロニョロの卵が口に入ってしまうことになるので、またそれがお腹でかいてね、ニョロニョロがね、エンドレスになっちゃうので、なのでお掃除はまめにきれいにしないとね。グーグー、せっかくね虫落としたのにね、またお腹で虫がかいちゃうからね。まあ、お外にいる子たちは多かれ少なかれいると思うんですよね。まあ、野良猫さんなんかでも保護すると、まあ、お腹に虫とかがいたりしますので、まあそれがあの強くて免疫のある子だと乗り切れるんだろうけど、弱い子とかね、あとちょっとあのご飯食べられなくて弱ってるとか、雨に濡れたとか寒いっていう時に免疫が落ちて負けてしまうっていうことになるので、グーグー危なかったね。っていうかさ、ちょっと食べ過ぎじゃない？グーグー、うん、うんじゃない、うん、グーグー、グーグー、お水飲む？お水飲む？うん？うん、グー。ちょっと落ち着いた。まだ食べんの？あとね、カロリーの高い朝飲みを追加してあります。これなんか全部食べちゃいそうだな。取り上げたら怒るんだろうな。あ、怒る。怒るねえ、すごい元気じゃん。でもね、お腹がね、すごいガリガリなんだよね、グーグー。ここがね、もう、なんかぺったんこなの。グーグー、ちょっとみんなに見せて。はい、グーグーの中、こうね、羽で分かりにくいけど、よいしょ、ここね、うん、ごめんごめん、はい、あ、ぺったんこ中、なんかぺったんこです、これね、ここね、ね、グーグー、はい、ごめんね、ありがとうね。はいはい。うん、ごめん、これ食べてて。食べててください。